はい、どうもカリエです、ブリーチコラボ来ましたね。いや、え、何人ひつかい投資が超絶アップしてんのこれあんだって今知ったぞ。それなんだなんだ、もしかしてこれ日付によって出やすさが違うのか。え、イチゴは超絶アップしないのかいなんだと。はい、まあとりあえずまあ始まりましたね、ついにブリーチコラボ。まあ俺も一応ジャンプでは今でもずっと読んでる作品なんで、まあがっつり知ってる作品ということで、すごい嬉しいコラボなんですけども、やっぱイチゴはだいぶ絞られるのかな。一応ね、性能はね、あの生放送も見てたし、ツイッターでも一応一通りは見たんですけども、なかなか今回は久々にキャラクターが多いコラボになりそうですね、これね。引きますかね、ちょっとまあジャンプ作品のコラボは若干トラウマがありますが、引いていきたいと思います。でどうしようかな、ちょっと一発目っていうか、今あるチップ今54枚、まあ一応育成用とかに使ってたやつで、残ってるやつなんですけども、10回引けるから単発でまずスタートしてみようかなと思ってたんですよね。実は単発スタートして、まあユニットを軽く紹介しながらね、進めていこうかなと思います。でまあそれまでに、まあコンパは絶対無理だろうけど、あんまりいい成績ではなかったらどんどん追加して頑張ってみようかなと思います。なので最初はね、単発でガンガンちょっとめくっていこうかなと思います。まず1回目、真ん中、あ、やっぱ虹は出るんだね。結構虹り一瞬なんだと思ったよ真ゆりか、すごいアイコンだったな今の星5ですね、黒土真ゆりですね。10番隊だっけ、違う、12番隊だ。魔物族の、一目が2倍、攻撃力3倍、これ確か進化しても変わんなかったかな。でアクティブスキルが挽回、金色足そぎ地蔵だっけ、3ターンの間敵全体が受けるダメージが 1.5 倍になる。デバフの3ターンですね、結構長いな。で光2枚、闇1枚で光属性の特大ダメージを与える、闇2枚ハート1枚で、25% 回復か、いいですね。これ確かブーストついたんじゃないかな。まあ進化後の詳細はね、後でちょっと一気に見ていこうかなと思いますんで、まあ軽く触り程度だけ、どんどん見ていこうかなと思います。じゃあ、2回目、どんどんめくっていきましょう。今真ん中引いたから上、あ、二次率はやっぱいいね。人数多いけど、おお、ランギクさん、人数は多いけど、まあ虹はまあまあ多いからね。確かランギクはシフト3なんだね。進化してもこれ変わらずだと思います。場が全てブーストになる2ターンの間、手札の操作時間が2秒伸びる。あ、いいですね、安定しそう。風2枚で、中ダメージ、風2枚と水1枚で、風属性の特大ダメージ。一応みんなあの魔物か神が入ってるから、そうですね、これだったらまあ全然ファティマとかと相性いいですね。風に水位置だったら本当ファティマと一緒のパネルの組み合わせなんで、やりやすいんじゃないかなと思います。あとはヒツガヤトウシロウと結構、ブーストスキルとかの相性も良かったんじゃないかなと思いますね。10番隊の副隊長だからね。さあこのペースでいきましょうねすげえゆったりペースですみませんけども、まあゆっくりやっていきましょう。真ん中上ときたから右上行きましょう。ああ金だね、まあまあ初金だからどんどん見てよ。あれチャドいたのか、霊圧が消えてたから分かんなかったよ。いやチャドをサドヤストラだっけな、正確には。まあ一応みんなチャドと呼んでますけども、まあ彼は人間ですね。あ、人間魔物も入ってんだ。まあリーダースキルはそんなに、リーダー向きの感じじゃないけど、魔物族ユニットの一文字3倍か。で、悪魔の左腕。これなんて読むんだっけな。俺も一通りしか読んでないから名前全然覚えてないけど、なんか違う読み方なんだよね、この悪魔の左腕。66倍の闇属性貫通攻撃か。おお、結構倍率はでかいね。この66っていうのもなんか悪魔の数字みたいな、なんかそんなこと聞いたんですけども。ノーマルスキルが、闇3枚で超特大ダメージか。敵、あ、しかも敵全体。で、
パッシブがカウンター、75% の確率で 125% の返し。 75% だからあの再生赤ずきんと同じ確率ですね。でも全然サブで使いやすそうなユニットですね。はい、今どこかぶりなしですね。どんどん行きましょう。じゃあ真ん中上右といったから回らずに左上、金。おー、ルキアだルキアも金なんですね。あのパズラの方では虹じゃない、まあまあいわゆる金だったんですけども、かなり使えるユニットだったんですけど、ディバゲではまあ金枠ということで、まあ強さ的に順当になんかレア度を振り分けられてる感じなのかな。魔物神ですね。これギガイに入ってる状態のやつだな。あの本当にいっちゃん最初の方のウキアですね。ヒットポイントと攻撃力が 1.5 倍になるのは水属性か。でさらに神属だとさらに 1.5 倍ですね。まあ水神で、まあ、リーダーにするんだと組めばまあまあの倍率になるんじゃないかなって感じですね。で、アクティブスキルが残白と袖の白雪、まだ持ってないけどなこの時点で一旦遅延と、10倍の水属性攻撃か。で、ノーマルスキルも水2枚で小ダメージ。これ進化したら確かいろいろ変わったよね。多分ブーストもついたんじゃないかな。水2枚と炎1枚で、水属性大ダメージか。なるほど。 OKOK、 どんどん新規出てきてるよ。金枠であと出てないのは石田一角弓地下かな。そのあたりが出てくれるといいんじゃないかなと思いますけども。消えましたね。 OK、 じゃあ行きましょう。じゃあ右真ん中行きます。ほい、あ、プラスキー。さあ、あと4回行きましょう。上半分終わったな。じゃあ下真ん中、ほい、金枠多いな。さあ、あと3枠いきましょう。右下と左下残ってるから、あと最後の1回は真ん中また戻ろうかな。虹が出ないね。ほっ、あー、出ない、虹が出ないよ。おお、石田瓜生クインシーですね。無属性なんだね。はいはいはい、完全人間だけか。人間オンリーなんだね、種族は。で、味方の無属性ユニットのヒットポイントと攻撃力は2倍。あ、シフト2か。まあ最初のうちだったら、リーダーで全然いけるユニットですね。敵全体攻撃力、20倍の無属性で貫通攻撃と、一旦の間、敵全体の攻撃力を 40% 減らす。あ、結構まあ、いろんなところでも、どこでも使えそうな、まあ、どこでも使えそうなっていう言い方はあれだけど、まあでも貫通だしな、結構、周回とかでも使えそうな感じですね。で、ノーマルスキルもムー2枚で小ダメージ、ムー2枚と光1枚で、大ダメージか。なるほどね。さあ、あと2回ですね。右下と真ん中という順番でいきましょう。右下、あー、虹出ないな。ルキアだ、またカット。はい、じゃあ単発ラストいきます。単発ラスト真ん中でいきましょう。ほい、あー、そんなにだったね。石田か、金はもう全部出た。いや、まだ出てないよね。一角と弓地下出てないな。金の中でも結構出にくい感じなのかな。なるほど、まあ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 、単発じゃ結果出ねえなと思ってましたよと。そうですね、あと一角と弓地下だけですね。 OK、 じゃあここからは本気で出していきましょう。はい、じゃあ9連がっつり回していこうかなと思います。チップこれだけ、詰め込んできました。まあ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 出るんじゃないかな。まだ未所持のやつも。虹は、虹あと何持ってないの俺っていうか、まあ当たり枠の15、東四郎、白夜、あの辺は全然持ってないでしょ。夜市も出ててないね。乱菊、眉りだけしか出てないのか。おお、さっきの10回単発で虹2回しか出てなかったのか。あ、なるほど。で、あとソイホンも出てないですね。 OK です。そのあたり狙っていきましょう。9連さあ、ガンガンいきますよ。おっ、いや、そんな虹率良くないのか。あ、弓しかいきなり出た。 OKOK、 風ですね。風属性、綾瀬川弓しかかな。あ、
これもあれですね、ルキアと、似たようなリーダースキルですね。数属性のヒットポイントと攻撃力が 1.5 倍、さらに魔物属ユニットの攻撃、あ、攻撃力だけか。攻撃力が 1.5 倍か。で、アクティブスキルがダメージ吸収ですね。10倍の数属性攻撃のダメージ吸収。風2枚で小ダメージ、風3枚、炎1枚で、特大ダメージか。なるほど。さあ、どんどん来い。一角、あと一角が、あお、一角のアイコンの、すごいな。存在感がすげえわ。炎属性のまざらめ一角ですね。炎属性ユニットのヒットポイントと攻撃力が 1.5 倍、さらに魔物属のユニットの攻撃力が 1.5 倍か。さっきの弓地下と似たような感じですね。で、アクティブスキルが挽回龍門宝月丸。単体攻撃力20枚の炎属性攻撃と、さらに3ターンの間味方の魔物属ユニットの攻撃力が 1.3 倍か。まあ結構長いこと使える、ちっちゃいエンハンスですね。炎2枚で小ダメージ、炎3と闇1で絶大ダメージか。あ、でも結構絶大ってでかいな。攻撃型なんだね、結構どっちかというと。なるほどね。マユリンは本当存在感すごいんだね。ああ、どっちも虹かぶる。でも、もう金枠は全部出たね。あと虹だけ、結果出せばいいんだ。行きましょう。お、1、2か。1個しか出ないか。そんな虹率。サイフォン。サイフォン来ましたね。逃げ決殺。お見つけど。もう彼女も一応魔物神ですね。で、すごい攻撃型の。リーダースキルなんですよね、確か。魔物族のヒットポイントが 1.5 倍、攻撃力が3倍になるリーダースキル。アクティブスキルが、手札の光パネルをすべて闇に変えて、敵全体の攻撃力50倍の闇属性攻撃と、一旦の間敵全体の攻撃力を 50% 減らす。なるほど。まあ、光パネルが手元にないと使えないアクティブスキルですね。闇2枚で小ダメージ、闇2枚と光1枚で大ダメージか。これはでも結構上がりそうだね、進化したら。さあ、サイフォン出ましたね。あとは本当当たり枠の夜市だとか東城、白夜、イチゴ出てほしいな。イチゴ本当出てほしいんだよな。とりあえず今のところ一番狙いはイチゴなんだよな。はい、さあめくられろ。あー、夜市、夜市はね、あのパッシブスキルが三属性で 2.5 倍の、攻撃力上がるっていうね、置けるユニットなんですよね。パーティーに添えるだけのユニット。あ、でもまあ種族は結構幅広く使えるから、まあどこでも結構入れていいんじゃないかなって感じですけども。魔物族の、シフト3ですね、リーダースキル。アクティブスキル、すべての場をクリアし、光パネルを1枚ずつセットする。1枚ずつか。おお。で、さらに一旦の間、手札の操作時間が4秒伸びる。おお、4秒も伸びちゃうの、これ。さすがにもうこんなに伸びたら、多分フルでセットできそうだね、いろいろと。で、敵単体に光属性中ダメージ、クリティカル率がプラス 13%。これ進化したら大ダメージかな。で、さっき言った通り、パッシブスキルが3属性以上で同時攻撃するとき、味方全員の攻撃が 2.5 倍ですね。これいいよね。OK、OK。あとはもう全部被ってるね。さあ、あと本当にもう当たり枠の20枠ユニットしか、あと出てないですね。多分この辺から苦戦するんだ俺きっとね。黒崎一五、室谷東四郎、まあ夜市は出ましたね。で、あと白夜、この3人ですね。本当欲しい3人じゃないかよ。本当綺麗に残りましたな。行きましょう。出てくれよ。はっ。うわ。え、二次率悪いな、今回。結構枠は多いんだよな。いや、二次率ひでえな、これ。こんな出ないのか。もうちょっと出ると思ったな。さすがにもうちょっと出ると思ったけど。2体。3体。おお、3体か。これでちょっと新規欲しいな。マユリ。マユリ。あー、やめてほしい。石高めゆるしか出てないよ。夜市かー。なるほどね。出ないもんか。うわ、マジか。これひでえな。
最初の単発2連続の虹は結構良かったんだね。ランギク分かった、結構覚悟しないといけないな、このコラボ。キュレン、お今回いいじゃん。さあこれはさすがにそろそろ何か新規が出てもいいんじゃないだろうか。ほっ、まあ一旦最後かな。もうコンプしたかったけどね、本当は。ちょっとねこれはきつそうなんすよ。このチップで最後にしたいと思います。キュレン、いや今回はなかなか手こずりそうな感じですが、ソイフォンも案外出づらそうですね。あ、でも2体出た。さあ1個飛ばしてソイフォンか。なんだこれ。急にソイフォンが出しゃばり始めたな。全然隠密してねえじゃねえかよ。さあ、キュレン何回引けるんだ、あと3回かな。虹枠いいよ。多分2、3体ぐらい前売りだな、これ。前売り前売り前売り。ソイフォン。そういう、予想しちゃダメだな、これ。次ぐらいで白夜が来るかな。本当は1、5、5欲しいけど。あ、いいよ。2、3体。ソイフォン。ソイフォン。ソイフォン。ひでえ。マジか、ちょっと待って、流れ悪いな。ちょっと待って。これは厄介ですね。ちょっと再起動するか、ちょっと再起動して若干流れ変えるか。まあラスト9連かな。流れ変えてきます。これで出ないとやばいよ。さあ1回再起動もしたし、流れが変わってくれたらいいんだが、虹4つお願いします。あと2個ラン、あと1個何か来いやあ。くそ、マジかよ、これはひでえな。見事超絶アップしてないな、藤四郎くん。くそー、やめます。はい、ということで。ちょっとこれ厄介ですね。一回ここは動画区切っていきましょう。ということで、まあ未勝地が藤四郎、白夜、一号となりましたね。あとは全部一応出ました。金枠もコンプしたですかね。今レアスクラッチって何やってんの。あ、まだ神マサイやってんのか。ダメだな、ちょっとこれは厄介だったので一回ちょっと区切りましょう。はい、ということで、ブリーチコラボスクラッチのこれは動画でございました。ご視聴ありがとうございました。お疲れさんです。バイバイ。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだな方はですね、ぜひとも、こちらのチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。あとツイッターもやってますのでね、動画の告知だとかくだらないことをツイートしたりだとかもするツイッターもやってますので、もし気になった方はですね、動画の概要欄にツイッターのリンク貼っておりますので、そちらからフォローよろしくお願いいたします。あと、別のチャンネルでですね、いろんなゲーム実況しているチャンネルがございます。そちらも、概要欄のリンクにあるんですけども、もし気になったらですね、そちらのチャンネル登録の方も、ぜひともよろしくお願いいたします。ではでは、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。